悠々とまた。また何か良くないことが起こったの？聞いたか？教練員が。旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。聞いたか？教練員が。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。聞いたか？教練員が。流通のために作られた船は港に泊まる。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。次はどこに行くんだ？リーユエの名所を巡りたいなら、いい案がいくつかあるぞ。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。
花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた流通のために作られた船は港に泊まる。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。また何か良くないことが起こったの？花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた流通のために作られた船は港に泊まる。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、また何か良くない
あの頃とはもう違う。旧友とまた。聞いたか、教練が。次はどこに行くんだ。リーユへの名所を巡りたいなら、いい案がいくつかあるぞ。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。旧友とまた。旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。旧友とまた。流通のために作られた船は港に泊まる。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。また何か良くないことが起こったの？次はどこに行くんだ。リーユへの名所を巡りたいなら、いい案がいくつかあるぞ。流通のために作られた船は港に泊まる。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。旧友とまた。
棚と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。次はどこに行くんだ？リーユへの名所を巡りたいなら、いい案がいくつかあるぞ。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。流通のために作られた船は港に停まる。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。キョレイン、また何か良くないことが起こったの？聞いたか、キョレインが。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。流通のために作られた船は港に停まる。だからリーウェはあらゆる富が沈着する場所だ。
か良くないことが起こったの？旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。旧友とまた何か良くないことが起こったの？聞いたか、教練が。何か良くないことが起こったの？聞いたか、教練が。教練、また何か良くないことが起こったの？花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。旧友とまた。次はどこに行くんだ？リーユへの名所を巡りたいなら、いい案がいくつかあるぞ。流通のために作られた船は港に止まる。だからリーウェは
あらゆる富が沈着する場所だ。花と酒を手に景色を堪能しようとしたが、あの頃とはもう違う。悠々とまた。聞いたか、教練員が。教練員、また何か良くないことが起こったの？旅はいつか終わりを迎える。慌てる必要はない。